の3人です。一色さん、きついですね。私も経験あるんですけども、はい、1試合はなんと、うん、で、パスを出せる、まあ、オールラウンドなプレイヤーですね、はい。しかしここは強りますが、 3x3 はかつて、うわー、これも素晴らしいダンク、ブレックスドットエグ、最後柔らかいフィニッシュ。ここもダンクです。こうクレーンはピンを寄せる力があります。カイル・リチャードソン、あとに切り替えですね。早く攻めたい。これは諦めて次です。早いですね、もうすぐ。おお、ナイスハッスル。素晴らしいプレイ。なってますね。そうですね。はい、やう。かなり動く2人とフィジカルで。はいはい、リードしてこんだけ点差が離れてると、まあ、気持ち的に。ダンクでフィニッシュ。ダンクしてくださいって感じ。どう通用するか見てみたいですね。はい、うわぁ、回ってきましたね。回せんですね。はい、うわ、ねじ込みましたね。今電子よく我慢して、ちょっと水上もう、うん、落ちましたね。残ってないか。これでノックアウト。おう、柔らかいタッチ ね、決めてきました。ここでの存在感、この2人のマッチアップだ。 いいですね。落合選手と太陽選手、こちらでチームメイトに早くなってきてる、はい、ナイスムーブ。ムーブあります。太陽選手スピードもありますからね、うん、カエルが強い。どうだ、さあ来ましたね。を破って見事に優勝、チャンピオンまで勝ち続けたチームです。カイル2ポイント、1本目から決めてきましたね。今日はきなり、はい、連続スコア、カイル・リチャードソン、コア強烈。あ、入る。うわ、これが決まると、うわ、うん、ちょっと変わるタイミングも含めて今ファウルしたのかなと思いますね。はい、スクリーでダンクに持っていく。もうドリブル止めちゃった。ここ2枚でいくわ。さあ、まずカイル・リチャードソン決めてきた。これ入ると守りづらいですよね。そうですね、できますね。はい、外もある。プレイ、カオ、このプレイだ。今日はあの1対1ならここまで行ったら強いですね、うん、2人で行った。あ、強い。2点差。世界を戦ったメンバーで